よし、やっていこう。桜大戦の実況。久しぶりにやっていくよ。どうも、アザラシです。いつぶりだ？もうすぐ終わらそうと。4月ぐらいにもうなんだろう。桜大戦終わらさなくちゃいけないなと思って始めて、早もう6月が終わりかけている。そんな状況になってる。あ、後ろの方に、ミカサがある。あれ、ミカサじゃないか。ゴライゴーか。ん？将棋マグロ？ゴライゴー？ゴライゴーか。話のつながりがもう分かって覚えてない。中は生き物のようで。生き物のようですね。人数が多いんだよな。最終の場面に至るに至って人数が多いんだよな。花組のメンバーはな。いよいよ私の後部のデビュー戦です。こんだけ多いとなんかもうオリヒメハン動かすのが一旦がめんどくさくなってくるっていうところだね。心配はいらんで。こうは、漁師かっちゅう。僕も大丈夫だ。あれ、そうか、レニアは織姫も後部かっちゅう、後部乗ってんだね。武蔵の中での戦いですね。そうか、そうか。乗り換えたと思ったんだ。後部に乗ってんだね。織姫から後部。大神さん。必ず。生きて帰りましょうね。無論よ。てて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 怪しいのは地面伝わってるあの管。砲台を壊すのは大変だけど、管なら踏み潰せそう。行こう。よし、行くぞ。戦闘パートか。どうすかな。戦闘パートをさ、見たいかっていうことよね。要はね。そんな見たいかっていうことよね。でーねーねー。戦闘多いからな。この辺なんかパパッと飛ばしていった方がいいような気がするな。だねーねー。飛ばそう。勇気を持って飛ばしていこう。パンパンパン。明かし見どころのあるところだけを、ハイライト的にね、お送りしていこうと思います。どうすか。喋っていくけどね。基本喋っていくけど、よく変わるとかない。なさそうだね。これは多分ここに当たらないよね。当たる。あるけど、刺激のもとに。それはちょっと使えないですね。その通常のフォームの動きをしてるね。ピュンピュンピュン。必殺で。こういう感じですね。これ全員かな。けど、まあ、いい感じ。さすがコーラ。どんじりに控えしは。控え勝手の鬼。コーラ。カラーリング的にはね、ジオニックというかジオンかなって良いんですけど、現実は重い、遅い。ある程度桜大戦にはね、速さが求められる。めっちゃいい動きしたような気がするな。今後部の動きが、例えばこの後部そのコーラの後部はやっぱ他の後部とは違うからさ、素晴らしいね。やっぱ打ってくるじゃん。見入っていた。やはりスミレだな。どういうこと。やはりこのゲームスミレだったか。あそこに設置しないといけないのね。いや、引く。あそこが多分、ね、出てくるね。そうそうそう、コーンが多分出てくるなと思った。卵っぽい。めっちゃ強そう。これを倒したのは私正解だったのか。先に卵からいったのか。動きが切れる。ガード。いいですね。この最終局面で。めちゃめちゃシンクロ率が上がるみたいな。いつしかエヴァンゲリオンシンクロ率とは言わなくなったよ。誰が当たったか、そういう概念がなくなってるけど。誰顔が当たったんかも。桜大戦で受け継がれてない。だってなぁ、ここでいいんじゃないか。前後関係バラバラに。飛んでバラバラじゃん。足の虫ってね。早く桜大戦を。行こう。2を終わらせてもらおう。防御次の展開を。
見据えて桜大戦のアプリやりたい。桜革命をちょっと舐めるだけやりたい。ひと舐めしたい。でこの桜大戦2が終わってないのにやるわけにはいかない。見てみて、自分で決めてたからさ。多分あの狼の絵がイラストが出るんじゃないかな。早く終わらせなくちゃと思いながら、ちょっと忙しい毎日を送っているものでして、パンナと一緒や。ひぜわしい毎日。ギミックがあれ押したけど壊れる。あ、さくらくん下手に見たかったな。根元が弱点すぎる。最近イースが買ったから、イースが手に入ったので、さくらくんの下手に見ちゃうか。何時間でもゲームできるわ。見ちゃいたいけど、前はあの木の椅子ちょっと遠いね。今もあるけど木の椅子だったから。でもここから打ったとして、四角いなんか角張った木の椅子だったからさ、そんな長時間座って作業できない。打ったとして当たらないね。だんだんあの足が痛くなってくる。この角張った木の四角の四角い木の角張った部分が、ね、なんかこう足が鬱血するみたいなならないけど、普通に痛くなってくるって。皮膚に刺さって痛くなるみたいな。そんなにそんなね、の椅子だった。角張ってくるけど、本当にシャキンって角張った角材みたいな。壊さんでもまあ大丈夫だ。まあ、大丈夫だにな。集中して作業するにはいいんだけど、集中してっていうかさ、ここ何の話だ。桜大戦最終章に向けてよし爆心していく。一旦ここまで。間違いな、はい、内部潜入中って感じですね。はい、一旦ここまで。